渡利町民の皆さん、こんにちは。町長の山田です。昨今、新型コロナウイルス感染症が全国的な広がりを見せております。そのような中、生活のさまざまな場面で町民の皆様にはご協力をいただいておりますこと、心より感謝を申し上げます。この新型コロナウイルスの拡大を収束させ、再び素晴らしい日常を取り戻すためには、これから始まるゴールデンウィーク、春の大型連休期間が最大にして最後の機会になるものと考えております。町民の皆様、お一人お一人の行動によってご自身の、そして大切な人の命が守られます。各自の予防対策を徹底することはもちろんですが、何より人との接触を避けることこそ最大の予防策となります。正しい情報と正しい行動により、町民一丸となりまして、この非常事態を収束させましょう。ご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。